みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は初心者の方に向けて、F コードの押さえ方のコツをご紹介させていただこうかなと思います。やっぱりこの初心者の方にとって F コードというのはすごいこう大きな壁で、なかなか難しい。なかなかどうしてこれまた難しい。本当、大げさではなく、ギターにチャレンジする半分の人は F コードで挫折して、もうギターやめちゃってるんじゃないかなと言っても過言じゃないぐらいに、そのぐらい難しいコードだと思います。しかし、このやっぱり押さえ方にコツとかポイントとかあったりとかしますので、そういったところですね、一つ一つ確認したりとかして、一緒に F コード、克服をしていきましょう。バラーンってね、やっていきましょう。それでは早速、ギターを用意していただいて、構えていただいて、もうご存知かもしれませんが、どこを押さえればいいのかを一緒に確認していってみましょう。まず人差し指で1フレットを全部押さえます。制覇とかバレエとか言ったりとかするんですけれども、1弦から6弦まで全部の弦を押さえる。そして中指で3弦の2フレットを押さえて、薬指で5弦の3フレット。最後に小指で4弦の3フレットを押さえて完成です。で、左手がこのまま弦を押さえて、右手で1本ずつ。弾いたときにきれいにすべての6本の音が鳴っていれば OK でございます。もうこの動画を見る必要は全然ございませんので、大丈夫ですということです。しかし、こんな感じでポロンポロンポロンとね、ちょっと悲しい感じになってしまった方は、一緒にポイントを確認しながら練習をしていってみましょう。まず、人差し指からいってみましょうか。やっぱり人差し指はですね、一番の肝ですよね。この制覇がどうしてもやっぱり難しいんですよ。とりあえず、最初、人差し指の側面で押さえるというイメージをしてみてください。この真正面からこう人差し指を使ってバーンと押さえるのではなくて、結構斜めという感じです。このままひっくり返したとしたら、このまま人差し指の正面で弦を押さえるんじゃなくて、45度ぐらい。斜めにして押さえてあげるということです。そして、日常生活中に人差し指と親指でこう何か物をつまんだりとか持ったりとかする動作というのは割とよくあるんですけれども、人差し指をまっすぐにして、この面と親指で何かをつかんだり挟んだりする動作というのはまずないですよね。なので、この動作が苦手なのはしょうがないんですよ。気持ち、まっすぐにしているつもりでも、やっぱりこう気持ち、アーチ状になってしまったりとかしている場合がすごく多いので、強くまっすぐになっていることを意識してください。一本の棒のになっていることを強く意識をすると。そして斜めにして押さえるということです。で、もう一つ。人差し指がこうあまりに上の方にこうずれすぎると、これはこれでまたすごく弾きづらいことになってしまいますので、6弦からちょっと人差し指が突き出ているかな程度が一番いいです。女性の方とか手の小さい方は、6弦のところに人差し指の先っぽがかぶさるぐらいがいいですね。手の大きい方、男性の方なんかはちょっと出るくらいがいいです。あんまり出すぎると押さえづらいので、あんまり出すぎないように気をつけてください。人差し指に関してはその3つ。斜めを使うということと、できるだけ指をまっすぐにすることを強く意識する。そして人差し指はあまり上に出しすぎないというこの3つのポイントです。で、その次に気をつけたい指としては、実は親指がかなり重要です。親指。ちょっと意外じゃないですか。表のこっちの指よりも親指の方が実は大事なんです。平たく言うと、2フレットの真裏ら辺に添えるように置いてください。簡単に言うと。で、添えるように置くんですけれども、この時に親指があっち向いちゃったり、こっち向いちゃったりとか、もしくはこう立ってしまったりとかしないようにして、まっすぐ添えるようにする感じです。なので、本当にこのギターと根っこをですね、まっすぐにして、こう挟んでいるような感じですよね。こう立てたりとかせずに、もしくはこうアーチ状になっちゃったりとかせずに、両方ともまっすぐにして、このまま挟んであげる。で、この挟むという動作は日常生活の中にはないんです。すごくやりづらいんですけれども、人差し指を1フレットにしっかり置いておいて、親指を2フレットの真裏に添えるようにまっすぐ置いてあげて、で、押さえていくということです。で、この状態で全部鳴らしてみて、きれいに音が鳴れば OK。あ、そうだ。あともう一つポイントがありまして、このテコの原理みたいなのを使うということも結構大事です。普
通にこうギターを構えると、まあ、右腕がこうボンとギターの真上に来ますよね。別にこう抱えなくてもいいんですけれども、まあ、ここで押さえるわけです。ギター本体を安定させるというか、ギター本体を押さえるというか。そして、わかりやすく大げさにやると、親指が支点になって、このまま人差し指がひねりを使って作用点を作るという感じでしょうか。親指と人差し指で、指の力だけでギューッと押さえるのではなくて、腕、親指、そして最後、人差し指を使って、この支点のように、テコの原理な感じで弦を押さえてあげるわけです。これがうまくできるようになってくると、女性の方でもかなり楽に F コードが押さえられるようになってくると思います。ちょっと1フレットと2フレットで幅は狭いんですけれども、このままひねりを使って、クッと押さえてあげる。そうすると、こんな感じできれいな音が出るようになってきます。全部の弦がきれいになるのが理想なんですけれども、まあ、ならなくても大丈夫です。なんとなくそれっぽく出てきたなと思ったら、他の指も追加してみましょう。人差し指と親指の位置関係とか、力加減とか、フォームとかはそのままにして、中指、薬指、小指をそのまま付け加えていきます。この中指、薬指、小指の3本を付け加えるときに、親指の位置が変わってしまったりとか、人差し指の位置が変わってしまったりとか、またはこの角度が変わっちゃったりとかする方がすごく多いんですけれども、なんとなくこの2本のフォームを身につけることができたならば、そのまま3本の指を添えるという感じです。なので、完成形としては結構斜めです。その人差し指の側面を使っているので、弦に対して指がまっすぐスパーンと落ちるんじゃなくて、かなり斜めな方向で押さえることになっていきます。ちょっと上からの図を見てみましょうか。結構予想以上に、想像以上に斜めだと思います。よいしょ、よいしょ、こんな感じかしら。どうでしょうか。どうですか、結構斜めじゃないですか。で、逆に、悪い例をやると、ね、弦に対してまっすぐ指が落ちるようにすると、こんな感じのフォームになってしまうわけです。これだと、手首も痛いし、この指の力も痛くなってくるし、肘も疲れるし、肩も疲れるしと、すごくいいことがないので、もう手を目の前にパンと出してきて、このまま根っこをポンと置いて、そしてそのまま指を曲げて F コードを作る。このくらい楽に。自然に F コードを抑えられるように意識をしてみてください。で、これでもなかなかうまく抑えられないよという方はですね、ちょっとこのギターのセッティングも疑ってみましょうか。当たり前なんですけれども、ギター本体のセッティングが弾きづらい状態になっていたならば、もちろん F コードもすごい弾きづらいです。2点、2つほど簡単なチェック方法をご紹介させていただきますので、ちょっとやってみてください。まず1つ目のチェック方法は、弦高のチェックです。1円玉を3枚用意していただいて、100円玉でもなく、1円玉です。結構大事です、1円玉。で、この12フレットらへんにですね、ちょっとこう通してみてほしいんですよ。6弦の12フレット、こんな感じで。このときに、通すときに、あ、なかなか通らねえ、なかなか通らねえって、ほじくらなければいけないならば正常です。しかし、こう通そうと思ったときに、そのままスパーンって3枚とも落ちてしまうような、この、ね、隙間が広い状態だったら、かなり弦高が低い、高いことが考えられます。楽器屋さんに持って行って、これ弦高すごい高いと思うんですけど、なんか低くできないですかなんて相談してみることをすごくお勧めいたします。で、2つ目のチェック方法は、簡単なネックチェックですね。このネックのパーツって結構環境の変化によってすぐ反っちゃったりとかするんですよ。やり方としては、左手の人差し指を6弦の1フレットに置きます。で、右手の親指を17フレットに置きます。で、このときに、まあ、人差し指でこの辺叩けばパツパツパツって音が鳴ると思うんですけれども、7フレットら辺をこうパッと見たときに、明らかに1ミリ以上の隙間が空いていたらば、ネックがこういうふうに反ってますね。叩いたときに音が鳴る。そして見たときに、7フレットら辺を見たときに、よーく見たときに、
ああ、まあ、隙間あるね、あるあるある、うん、あ、あるある、隙間できてるよっていうぐらいは正常です。しかし、音が鳴る、で、パッと見たときに、明らかに1ミリ以上あるな、これっていうときは、ネックが結構こっちに沿っています。この状態でもその制覇とかするときにかなり力が必要だったりとかするので、その状態が該当される方はですね、楽器屋さんにギターを持っていって、これなんかすごいネックが沿ってる気がするんですけども、どうすかねみたいな感じでやっていただけると良いかなと。それぞれアコギの場合は、サドル調整だけでも3、4千円ぐらいでできると思いますし、ネック調整に関しても3、4千円でできると思います。エレキギターに関しても同じですね。そんな調整方法というか、簡単なチェック方法がありますので、ちょっと皆さんのギターもチェックをしてみてくださいませ。で、それでもやっぱり鳴らないという場合、とりあえず1週間、2週間は続けてください。1日、2日じゃ絶対無理です。ギターを始めて1日、2日でできる人はかなり稀だと思います。1ヶ月ぐらい続けていても、なかなかこう思うようにいかないよという方はですね、先ほど言ってること、先ほど言ったこととちょっと矛盾しちゃうんですけれども、F コードにおいて人差し指が押さえなければいけない弦というのは、1弦、2弦と6弦の3本なんですよ。この残りの人差し指以外の中指、薬指、小指が3弦、4弦、5弦の音を押さえてくれているので、1弦、2弦、6弦の3本だけ押さえておけば OK と。なので、F コードを押さえるときには、根元の方と先っぽの方を意識して押さえるというふうに練習をしてみてください。本当は全部バーンと押さえられる方がいいんですけれども、最初だけそんな意識でも良いかなと思います。だん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 その F コードを何回も弾いていくうちに、指をまっすぐにすることに慣れてくると思うので、最初だけはそんな感じで根元と先っぽを意識するという練習方法でも OK です。で、女性の方に特に多いんですけれども、握力がちょっとあまりにも低いと、やっぱり F コード、つらいです。けど、筋トレといってもね、そのなんかね、マシン買ってきて、毎日毎日こんなんやれとか、そういうわけでもなくて、女性の方に特にお勧めしたいのが、お風呂の中でのトレーニングですね。シャワーだけで済ませてしまう人はちょっと該当しないんですけれども、毎日毎日お風呂に入るかと思うんですが、湯船の中に入ったらですね、ちょっとゆっくりするのもいいんですけれども、目の前にこう手のひらを出してですね、こうにぎにぎする練習を、トレーニングをしてみてください。結構これだけでも握力ってすごいつくので、毎回毎回3セットぐらいは試してみていただけると良いかなと。1週間くらいで結構その腕に変化があると思いますので、騙されると思って1週間くらいやってみてください。目安としては、そうだな、30回くらいって感じですかね。バーンともう頑張って、もう超全力でパーにして、超全力でグーにして、超全力でパーにしてというのを繰り返すと。で、これを30回くらい、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じで。で、これを3セットくらいやると結構腕に来ると思うので、30回きつかったら20回とか自分のできる範囲の回数で大丈夫です。3セットぐらいやるといいですね。で、男性の方もちょっとこの F コードがうまくいかないなという方はですね、お風呂の中でこれを試してみてください。100回くらい男性の方だったらできるかなと思うんですけれども、男性の場合でもできる範囲で大丈夫です。ギターを弾くことにおいてその筋力は必要ないっちゃ必要ないんですけれども、正直あった方が楽っちゃ楽です。というのも、その F コードってやっぱり誰でもつらいものなんですよ。その僕ももう十何年間ギターずっとやってますけれども、やっぱりずっとこの F みたいな、ね、バレエコードのフォームをひたすら1曲丸々やったりとかすると、やっぱり腕しんどくなってきますし、ところどころで親指使ったりとか、制覇をせずにそのコードを弾いたりとかっていう感じで、できるだけ制覇はやっぱり避けますし、これもう絶対どうしてもつらいものなんです。その初心者を抜けたからって楽になるかっていうと。そういうわけでもなくて、やっぱりしんどいです。でも、そのしんどさを乗り越えるために、ある程度握力があったほうが、やっぱり楽に抑えることができるので、お風呂トレーニング、お風呂グッパートレーニング、騙されたと思ってちょっとやってみてくださいませ。そんな感じで、まとめるとすると、話は以上になるんですけれども、まとめるとすると、人差し指は斜めにする。そして、できるだけまっすぐになるようにイメージをする。そして、あまり上に行きすぎないように、ちょっと出っ張るぐらい、もしくは手が小さい方だったら、人差し指の先っぽが6弦にかかるくらいにするということ。そしてその次、親指。親指はあっち向いたり、こっち向いたり、立ったりとかせずに、2フレットの真裏らへんにまっすぐ添えるように置いてあげる。
そして右手の腕、親指、人差し指をこのてこの原理のようにして、ひねりを使って弦を押さえてあげると、さらに楽に押さえられるかなという感じです。で、この親指と人差し指が完成したら、このまま、これをキープしたまま、中指、薬指、小指の3本を押さえてあげて、F コードの完成ということです。で、このときにうまくいかなければ、根元と人差し指、人差し指の根元と先っぽを強く意識するフォームでも OK ですということです。で、女性の方とか握力の弱い方は、ちょっとお風呂場でグッパートレーニングをしてみてくださいということ。で、それでもうまくいかない場合は、ギター本体を疑ってみてくださいということで、2つ、簡単なチェック方法を紹介させていただきました。本当は、弦高のチェックとか根っこのチェックとか、すごいこう複雑で奥深くて、これだけではなかなか一概に言えないんですけれども、12フレットに1円玉3枚がもうスカーンって入るようだったら、それは明らかに弦高は高いです。で、1フレットと17フレットを押さえたときに、明らかに1ミリ以上の隙間が空いていたら、それはもうかなりネック反っています。やっぱりその状態だと、練習するのもかなり億劫になってしまうので、ちょっと環境を整えるという意味でも、ちょっとお金をかけてリペアしていただけると良いかなという感じでしょうか。一応、アコギでやり方を紹介させていただきましたけれども、エレキギターにおいても全部話は共通しますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、いろいろと難しい話をつらつら並べてみましたけれども、1ヶ月ぐらいみっちり練習すれば、絶対に F コードを乗り越えられるので、頑張って練習をして、一緒に F コードを乗り越えて、ギターをさらに楽しんでいきましょうということでございます。あとは練習あるのみ、頑張ってくださいませ。それでまたいつかお会いいたしましょう。さようなら。うふふ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 ふ。余談をしていいですか、余談。僕はアフタービートミュージックスクールという、音楽教室で、ギター講師をし始めて、なんだかんだかれこれ10年ぐらい経っているんですけれども、そのうちのお店って30分の無料体験レッスンという枠を設けているんですよ。そのどなた様でも申し込みすれば、30分間その無料でレッスンしますよと。で、その時にその生徒さんが、どういう方なのかとか、講師がどういう人なのか、お店の環境がどういうものなのかを知っていただくきっかけとしているんですが、あるときですね、もう3、4年前ぐらいかな、若い女性の方がいらっしゃったんですね。20ちょいくらいの、そういうかわいい感じの女性の方だったんですけども、その方が体験レッスンにいらっしゃって、こう言ったんですよ。すいません、最近ちょっとアコギを始めてまだ1週間くらいなんですけれども、教則本を見ながらやってるんですよ。で、その教則本を見たときに、もうすごい、これは人ができるのかって思うぐらい、なんか難しいコードがあるんですけれども、これってってこう本を開きながら、これって人として可能なんですかみたいなふうに聞いてきたわけですよね。で、僕はそれをこう、パッと見て、ちょっと拝見していいですかなんて言って、F コードかと思って、これ F コードですね。これ初心者の方にとってはすごく難しくて、大きな壁なんですけれども、残念ながらこれ人として可能なんですよって言いながら、バラーンって音を鳴らしてみたら、女性の方が、みたいな感じの顔を、これ大げさではなく、本当こんな感じで、なんてなっててですね、ちょっと僕はその様子を見て、なんか思わず大笑いしてしまいそうだったんですけども、ちょっとクッとこらえて、F 大変ですよねと話を進めたんですが、その方を見てですね、やっぱり F コードって難しいのなと、すごいなんか改めて認識はさせられたという感じですね。僕はそのギターを始めて、初めて F コードに、直面したときなんていうのは、全然もう昔の話すぎて、正直全然覚えてないんですけれども、やっぱりそのときも、僕も当時もやっぱり苦労したのかななんて、ふつふつと思い出してしまうような一件でした。その女性の方がね、ってなってしまうのもおかしくないぐらい難しいことなので、皆さんも頑張って乗り越えてくださいということでございます。はい、以上でございます。余談以上。それではまた、さようなら。次回。